毎度皆さん TSE2000 です。今回は若松駅観光の様子をお送りします。若松駅のホームは、よくある島式一面二線の、行き止まり構造なんですが、この屋根を見てください。柱、梁、天井が全部木材で、組み立てられた味のある作り。これ見るだけで、来てよかったと思います。この構造は、南海玉川線の老け子駅を、思わせますね。南海電鉄もレトロな駅が、多くて大好きです。無人の改札を抜けた駅舎内には、若松駅の歴史が掲示されています。前回言ったように、筑豊本線はもともと筑豊炭田と、若松を結ぶために作られた路線です。石炭を運ぶために、石炭を動力源にして、蒸気機関車がせっせと、働いていたわけです。飯塚駅から北の筑豊本線が、伏線なのは、その歴史を今に伝えています。若松駅の貨物取扱量は、長らく日本一を誇っていました。そりゃあ日本一の炭田から大部分の、石炭がここに集まるんですから、そうなりますわな。かつての若松駅は、石炭列車を、止めるための側線をたくさん有した、横に広い駅でした。しかし石炭産業の衰退で、1982年に、貨物取扱が廃止されると、すぐに側線は撤去が開始され、1984年に、今の形へと縮小されました。石炭で栄えた町は本当にどこも、同じ末路をたどるんですね。2018年7月に、行った夕張を思い出しました。駅舎を出て右向け右を、すると、そこに肌だっ広い広場があり、一台の蒸気機関車が、目に留まります。パッと見ただけで朽ち果てた SL、という感じです。これは9600型蒸気機関車、通称96の1両で、なんと大正6年製です。そりゃあボロボロなわけだ。昭和48年にここ若松で、引退するまで活躍したことを、記念し、ここに生体保存されています。そう、ここは若松操車場の跡地なのです。今の若松駅構内と同海湾の、陸地は、かつて多数の側線と操車場が、占めていました。その線路が剥ぎ取られた跡地に、現在アパートやマンションが、立ち並んでいるわけです。同海湾の湾口川、つまり北の方へ目を向けると、若戸大橋が間近に迫っています。4年前から憧れてきた赤い橋が、本当にうぷ主の前に立っています。一歩、また一歩と歩みを進めるにつれて、若戸大橋が大きくなっていきます。4年前に抱いた決心、あの橋のすぐそばまで行ってやる、というその決心が、今まさに叶っています。こうして近寄ってみると、改めて大きな橋ですね。走っているトラックも大きいはずなのに、米粒みたいに見えます。途中で商店街を通って、若戸大橋の端っこに向けて、歩いていきます。その商店街の中に、いかにも嬉しそうなのぼりが、立っています。祝、若戸大橋、国重要文化財指定、と書かれているのを見て初めて、うぷ主派若戸大橋が重要文化財だと、知りました。2022年2月9日、この旅の1ヶ月前のことです。若戸大橋は1962年に、開通してちょうど50周年、貫禄だけでなく歴史もあるすごい橋です。さて橋がだいぶ低くなってきました。橋の始まり、地平部分は、どうなっているのでしょうか。道路標識で、若戸大橋、終点、と、書かれています。高速道路と同じで、一般道に合流して、橋は終わります。なんだかあっけない景色でした。そうそう、ここまで来てやっとわかりましたが、若戸大橋には歩道がありません。しまなみ海道みたいに同海湾を、歩いて、あるいは自転車で渡れたら最高に、気持ちいいと思ったのですが、残念。調べてみると、1962年の、完成時点では歩道があったものの、交通量増大に合わせて、1987年5月、歩道を撤去し、鉄道の複々線のような4車線の、橋に変更されたようです。電車の時間が気になるので、急ぎ足で若松駅へ向かいます。改めて駅舎を眺めると、横に広くて天井が低いのが、国鉄っぽくて、黒色と灰色をブレンドしたような色使いは、石炭を彷彿とさせますね。
さて、10時57分発の尾形駅に乗って、折尾駅に戻ります。今回はここまでです。次回は前回予告した通り、折尾駅の立体交差を、わかりやすく力説しますので乞うご期待。では、ごきげんよう。